はい、どうも、たくみです。プロスピースやっていきたいと思います。ということで、今回なんですけども、ちょっとね、いつもと撮影環境が違うので、まあ、音とかね、画質がちょっと違うかもしれないんですけども、ご了承ください。ということで、やってまいりましたね。ダルビッシュセレクションというところで、プロスピーセレクションですね、第2弾、今年のやつですね、やってまいりましたので、弾いていきたいと思います。で、見ていきましょう、選手。中島選手、石川選手、青山選手、涌井選手、ダルビッシュ選手、鶴岡選手、糸井選手、菅野選手、石川選手、鳥谷選手、丸選手、ビシエド選手、吉則選手という感じになっております。で、今回狙いなんですけども、まあ、僕が極みで持ってるところがやっぱ欲しいかなというところで、ビシエド選手、丸選手、そして、菅野選手で、ダルビッシュ選手が極みで持ってるんで、まあ、そこら辺がね、出てくれたらいいかなと思っております。で、ロッテで涌井選手ですね、いるんですけども、涌井選手はね、今楽天のやつの A ランクが3枚ぐらいあるんで、まあここでも、まあ一応、凸はある程度は進むかなって感じかな。うん、まあでも、やっぱ極みで持ってるところが欲しいかなって感じ。まあ糸井選手持ってるんだけど、阪神枠で、今年のやつで使いたいので、多分出ても継承はさせないかな。スピリッツプラス100になるとしても阪神枠っていうのがいなくなっちゃうんで、まあ、多分そこはいかないんじゃないかなと思います。はい、では早速ね、弾いていきたいと思います。で、今回のやつはもう90までいこうかなと考えてます。はい、やっぱダルビッシュ選手欲しいよね。いつものワールドスターのやつと違うんで、球種だったりとかそこら辺が違うから、まあそこは欲しいかなって感じではあるけど、まあ出るのかというところですね。まあ途中で出たら何パーなの、 30% とかかな、 S ランク出たら。まあ一応確定でね、最後30連目はあるんで、まあ、そこにちょっと期待かなって感じかな。はい、一応ちょっと見てみようかな。あ、そうですね、30% ですね。9回以下は 30% ですね。で、まあ100連目以降はS ランク出たら絶対セレクション出てきますよって感じかな。さあ行きましょう。20連目。もうサクッと今日は弾いていきたいと思います。多分動画上がってるのもちょっと遅くなっちゃうかなって感じなんで。うん。サクッと弾いていきたいと思います。行きましょう。はい。いや、20連目とかで来てくれるとすごいありがたいんだけどね。本当は。はい。演出はない。演出はなくても来ることはあるから。まあただ厳しそうですね。A ランクもね、今回はセレクションはないからね。そこはちょっとセレクションの厳しいところではあるね。アニバとかはあるけどさ、セレクションはないからね。さあ行きますか、30連目。まあ誰が出てもまあいいかな。まあ中島選手とかね、正直ね、出てもね、使わないんかな。凸がね、できたとしても松井稼頭央選手いるから。そう、中島選手はまあちょっとね、出ても松井稼頭央選手を持ってるので、そこがね、ちょっとね、強すぎるんで、ちょっとね、そこはね、外せないかなって感じなんだよね。だから中島選手はね、ちょっと微妙、ちゃ微妙かな。まあ、アーティストっていうところぐらいかな。松井稼頭選手と、まあ、比べていいところ。まあ、守備のね、この肩だったりとか、まあ、そこら辺ちゃんと詳しく見てないから、あれだけど、まあ、守備も松井稼頭選手の方がいいし、まあ、あとは坂本選手もね、僕持ってるんでね、まあ、そこと被ってるんでね、まあ、中島選手はちょっと出ても使わないかもしんないかな。うん。まあ、3500だからね。そこはある、ある、あれか。いいところではあるけどね。凸ができないしね。おお、もうラストか。いつの間にかラスト。ラストですね。一人確定セレクション誰ですか？はい。おお、吉野選手か。吉野選手持ってねえな。持ってねえな。とか、まあ、去年かな？確か TS あったと思うんだけど。持ってないんでね、使えないかな今のところは。うん、まあ一応60、90も行く予定ではあるので、まあそこら辺で、まあ、S ランクが被るようならば、まあ突できるかなって感じではあるけどね。まあちょっと厳しいかなって感じかな。いやー、まあ狙いは出なかったか。まあ言って極みで持ってる選手 1,2,3 4人だもんね。
で、まあ一応妥協で涌井選手トッツさんだけどね、って考えると13分の5だからね、なかなかちょっと厳しいところではあるんだけど、まあちょっと60、90で挽回できたらいいなって感じかな。一応ミキサーはあるんだよね。うん、まあ一応セレクトミキサーあるんで、まあ5人出るようならば、まあちょっと考えてもいいかなって感じ。まあただね、使いたい選手とか出てきたらまああれですけど、突が進まないね、選手が多かったらちょっとセレクトミキサーもね、考えて、まあ100以降引いていってもいいのかなって考えてます。一応ね。まあダルビッシュ選手が欲しいんでね、セレクトミキサーでも多分ゲットできるんだよね。ちょ、あんま詳しく見てないからわかんないけど、ゲットできるはずなんで、そこは取りに行きたいなとは思うけどね。球種がやっぱ違うんで、ここはなんかゲットしておきたいなって感じかな。普通のね、ワールドスターの時は、また今まで通りになっちゃう可能性も全然あるんで、ここは、ね、唯一無二というところでゲットしておけたら嬉しいかなって感じかな。まあなんで、セレクトも考えて、ちょっと取りに行きたいなと思います。で、ついでに、ビシエラ選手だったりとかもゲットできたらいいなと思ってます。はい、という感じでね、今回なんですけども、プロスピセレクションですね、第2弾、ダルビッシュセレクションということで、来たということでね、30連引いてきました。皆さんの結果とかもよかったらコメント欄でよかったらお待ちしております。60、90もいきますので、よかったら動画見てくださると嬉しいです。多分明日明後日そのまますぐ上がります。ということで、以上たくみでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。